誰でもないものは、HBO で放送された、ファンタジードラマシリーズである、ゲームオブスローンズの第6章、冬の強風の第8話である。ブライアン・コグマンによって脚本が書かれ、マーク・マイ・ロッドが監督した。タイトルは、弱ン・フイコールガーがアリアを呼んだ名前に由来する。アリアは生き延び、フロージを殺して、ウェスタロスに帰ろうとする。リバランジョは降伏し、ブライエニーは、 三サのための援軍を得られない。ハウンドはベリック・ドン・ラディオンとミアのソロスに再会する。サーセイは血統裁判を封じられる。ミー・リーンは、タトシの親方たちに責められる。劇を演じた後、レディ・クレインは傷ついたアリアが、楽屋に隠れていることに気づき、自分の部屋で親身に手当てをする。だが、フロージが現れて、レディ・クレインを殺し、闇上がりのアリアを殺すためブレイボースの通りを、 追跡する。アリアは、ケンニードルを隠した場所に誘い込み、ろうそくを消し、慣れ親しんだ暗闇の中で、フロージを倒す。黒と白の館で、弱ンフイコールガーは、フロージから剥ぎ取った顔が飾られているのに気づく。現れたアリアが、誰でもないものになったことを認める。だがアリアは、自分は、アリアスタークであり、故郷に帰るといい、弱炎も頷く。ハウンドは、 仲間を殺した4人の無法者を見つけて、仇を討つ。残りの無法者を追い、ベリック・ドンダリオンとソロスが、旗印のない兄弟団である残りの3人を、公主刑にしようとしているところに来る。ベリックとソロスはハウンドにそのうち2人を殺すことを許し、北での戦いに加わるようハウンドを誘う。ブライエニーとポドリック・テインは、リバー・ラン城を包囲するラニスター家とフレー家の陣に着く。 ジェイミーはサンサを見つけたブライエニーを称える。ブライエニーはタリー家の兵を北部の戦いに参加させようと城に入ってブリンデンタリーに会場を説得するが聞き入れられない。早くサンセイの元に戻りたいジェイミーは息子を殺すとエドミワタリーを脅し釈放して入場させる。ブリンデンは老いの入場を拒むがタリー家の家臣が主君を招き入れる。エドミワは 上司として即座に降伏を命じ、叔父ブリンデンをフレーケに引き渡せと命じる。ブリンデンは、ブライエニーとポドリックを逃がした後、抵抗して殺される。ブライエニーは、小舟の上からジェイミーに別れを告げる。ランセル率いる七神聖教の聖兵が赤の王城に入り、ベーラー大聖堂に来るよう、サーセイに命令する。サーセイは拒否し、 グレガー・クレゲインが、聖兵の一人を殺す。トメンは、王子で、王の手の、ケバンの指示のもと、ロラスタイレルと、サーセイの審判の日時を決め、決闘裁判を禁止して、サーセイを危機に陥れる。クアイバーンは調査していた昔の噂が本当であったと、サーセイに報告する。ミーリーンの通りを歩くティリオンとバリースは、デナーリス・ターガリエンを称える。 クレナイの祭祀の説教を聞き、奴隷所有者の親方たちとの妥協が平和をもたらしたことに満足する。バリスは援軍を求めてウェスタロスに向かう。ティリオンがグレーワーム及びミスサンデーと会話を楽しんでいると、警鐘が鳴り、親方たちの船がミイリーンについて攻撃を始める。ティリオンらがピラミッドに立てこもった時、ドロゴンに乗ったデナーリスが戻る。 原作者との話し合いにより、主に未完の原作、冬の強風に基づいて脚本が書かれた。リバーラン会場のシーンは、ラン・カラスの共演に基づいている。ベリック・ドンダリオンに役のとソロス役のが、シーズン3以来の登場となる。ブレイボスでの劇での学士たちとして、アイスランドのバンド・オブ・モンスターズ・アンド・メンが、仮面を出演している。スペインのなレイボスでのアリアと、フロジの 追跡シーンは、スペインのジローナで撮影された。本エピソードは760万人に視聴された。第68回プライムタイムエミー賞で、本エピソードは、他にエピソードとともにプロダクションデザイン賞現代劇、ファンタジードラマ部門を受賞した。また、助演女優賞ドラマ部門に、ノミネートされた、アリア役のメイジー・ウィリアムズは本作を提出した。ヒバード、 ジェームズ・ゲーム・オブ・スローンズ・ディレクターズ・リビールド・フォーミステリアスシーズン6エンターテイメントウィークリー2015年6月26日閲覧ポーター・リック・サンデー・ケーブルレーティングスゲーム・オブ・スローンズシリコンバレーホールド・ステリー TV by the ・バイザ・ナンバーズ2016年6月14日閲覧ポーター・リック・サンデー・ケーブルレーティングスゲーム・オブ・スローンズ バック・ツー・ユージャル・ナンバーズ、プリーチャー・ホールズ・アップ、TV ワイザ・ナンバーズ。二千十六年六月七日、閲覧。ありがとうございます。